ボルダーはアメリカ合衆国コロラド州ボルダー郡に位置する都市、人口10万7353人、州都デンバーの北西 40km に位置している。ボルダーのシンボル、フラットアイアンさんボルダー街並み冬のボルダー標高5430フィートにあり、陸上選手などがコーチトレーニングを行うことで知られている。コロラド州内で最大規模の大学である、 コロラド大学ボルダー校があるため学生人口が多い。また市外から同大学に MBA 課程を目的に訪れる人も多い。ボルダー氏は近年までオープンスペースでの人口成長率に制限を設ける都市計画が行われていることで知られた。しかし、交通渋滞を発生させるため大学や商業施設の成長に合わせて居住の制限を緩和している。 科学とテクノロジー、エンジニアリング、数学における教育及びビジネス形成、雇用についてまとめた、ブルームバーグズ濃集中指数によれば、全米1位となった。ロッキー山脈とグレートプレーンズの間のボルダーバレーに位置し、街を見下ろすフラットアイアンさんが有名。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積65.7平方キロメートルである。 このうち63.1平方キロメートルが陸地で2.6平方キロメートルが水地域である。総面積の3.94%が水地域となっている。欠片の気候区分ではステップ気候に属する。2018年現在の推定人口では、この都市は人口10万7353人であり、2010年の国勢調査に比べて、 約10%人口が増加している。39,596世帯及び16,788家族が暮らしている。人口密度は1,680.1平方キロメートルである。645.2平方キロメートルの平均的な密度に4726件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、 白人88.33%、アフリカン・アメリカン1.22%、先住民0.48%、アジア4.02%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種3.50%、および根結2.40%である。人口の8.24%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市内の住民は14.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が25.9%、25歳以上44歳以下が33.0%、45歳以上64歳以下が18.4%、および65歳以上が7.8%にわたっている。中央値年齢は29歳である。 女性100人ごとに対して男性は106.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は107.4人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は44,748米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は7257ベ米ドルである。男性は41,829米ドルに対して、 女性は32,100ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は27,262ベイドルである。人口の17.4%及び家族の6.4%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.4%及び65歳以上の6.5%は貧困線以下の生活を送っている。 ボルダーを歩くコロラド大学生住民のバックグラウンドはコロラド大学の関係者のほかに IBM などの企業に勤めるビジネスマン、リタイアして老後をエンジョイする高齢者層など様々である。1967年、ボルダーの住民は都市の中のオープンスペースによる干渉体を維持するためにアメリカで最も高い課税をされている。1996年12月26日、 ジョンベネ殺害事件発生。当地に住む美少女コンテスト常連の少女、ジョンベネ・パトリシア・ラムジーが殺害され、未解決事件となっている。都市計画では、都市化から保護されている土地とされる。ボルダー市の場合、市の周辺を取り囲むように配置された市有地。開発をしない土地を市が持つことで、市街地の拡散を防いでいる。詳細は、カテゴリー。 コロラド州ボルダー出身の人物を参照。ありがとうございます。